今日はまた渋谷に来ました。渋谷の再び池新渋谷渋谷今日暑いね。暑いっすやばいです。今日はまた再び池渋に来たんですけれども、急遽僕が普段使ってるペダルボードがあるんです。エフェクターボードがですね、さらにちょっと小型化したいということになりまして、また別の新しいボードを作ろうかなと思い出しまして、でここに池渋にいる素晴らしいギタリストでもあるですね、小林くんにまたペダルボード作成を依頼しまして、昨日もうねエフェクターだけ持って行って、あとは全部もうお任せで、このぐらいの小さいペダルボードを作ってくださいって言って、お任せでね昨日一晩で一日で作ってくれたそうで、今日取りに行きました。それをすごいです、はい、非常に楽しみです。どんな感じになってるのか、いつも僕のペダルボードは煩雑ですので、今日はプロの作るペダルボードを見に行って、そしてちょっとねどういう技が使われてるのかというの、いろいろおすすめのなんかパッチケーブルとか電源とかいろいろあるっていうことなので、それを伺いたいと思います。行ってみましょう。はい、はい、お前取んなかったからね。よし、すごいでしょ。すごいですね。じゃあ小林くんがまず2階に行きましょう。はい、というわけで池渋の中に来ました。小林くん、はい、どうも。急遽ですね、僕のペダルボードを組み込んでくれるということで完成したんですね。完成しました。はい、はい、僕はあの全部お任せで頼んだので、はい、ペダルだけは、ね、昨日置いていって、あとはどうなってるのか、プラグとかはね全部お任せで、はい、電源もお任せで、はい、頼んでやってもらいました。こちらに来ましたよ。はい、でーんとでーん来ました。これちっちゃいでしょ。どうですかこの小ささね。ちっちゃい、ちっちゃくなりました。メインのペダルボードもなるべく小さくしたくて小さくなってんだけど、さらに小さいペダルをもう一個、このね、ベイビーパーフェクトボリュームペダルっていうのを最近ゲットしたんで、あ、これはと思って、このサイズに合わせてペダルボード作れるんじゃないかと思って、はい、急遽ね、そう、頼んだら、チャチャチャッと、匠の技で、作ってくれました、はい。これね、下これペダルトレインだね。ペダルトレイン。ペダルトレインメトロ。これ全部ね、いつも、だからリハ行くときとか、もう本当にこれとこれとこれとか別でね、個別で持ってってギターケースに入れてとかほとんどそういう風にやってたんだけど、はい、それもやっぱりねなんかめんどくさいし、電源をいちいちアダプター持って繋いでみたいな、まとめたくて、そう、さらに小さいペダルボードを作ってた。で明日から札幌行くんですけども、これだったらスーツケースに入れられるから、匠ポイントは、これはプラグは何なんですか。これはプラグは親入れのソルダーレス、うん、使ってますね。まあ頑丈だし、うん、接点も多いんで、うん、まあ、そのヘビーに使う人はいいんじゃないかっていうので、サウンドも僕好きですけどね。プラグでもやっぱり違うんですか、やっぱり音は。プラグもそうですけど、うん、ケーブルですかね、うん、これ専用の親入れの、うん、SLD0 ってやつなんですけど、これもすごく素直な音だったので、国田さん好きだろうなっていう感じです。へ、裏はこんな感じです。裏が綺麗だわ、匠の技が。これは、はい、電源は、電源は CAJ の CAJ、ね、うん、カスタムそうです、 DC-DC ステーション2っていう、うんうん、全部独立で8個。これコンパクトだよね。かなりちっちゃいですね。今これあれでしょ？穴開けてないでしょ？穴は開けてないです。うん、これがマジックテープで取り付いてるんですけど。うんうん、
全然マジックテープで、はい、これだけでも持てる。おこれとかね。そうっすね、ここはやっぱこの辺が大事でしょ。この辺は、うん、あの人によるんですけど、うん、僕はあのどこに電源のその動線があってとかを、うん、ある程度こう明確にしておきたいので、うん、シンプルにここだったら2箇所であの止めてるんで、うん、なんか変だなって思ったらここだけばらせば全部ばらけるようにしてますね。なおかつ綺麗に見えるように。うん、これ2つだけあるね。あのこれは500mm、 そうですね、500使えるんで、まあ今回のボードはどれでも、うん、どれ使っても500もいかないので、うん、ストライモンだと500、ストライモンだと500ですね、うん、なんで500使う時はまた言ってください。なるほど、はい、これでだってほぼいけるもんな。あとここにバグつけて、どっちが、うん、そう。でこれ音出ないんでしょ、これまだ音出してないから一回音出してみていいですか。じゃあはい、はい、ちょっとつなげます。はい、マジックテープは何なのこれ。マジックテープは EX プロっていう、うん、まあ、ケーブルとか出してるメーカーから、うん、出てるマジックテープなんです。マジックテープというか面ファスナーっていうんですけど、あマジックテープはあの商標登録があるんで。あ、そうなんだ。はい、面ファスナー。面ファスナーですね。これ、これは、でも外れるよね。めちゃくちゃ、あ、でも、まあまあ。まあまあ硬いです。硬いか。はい。面ファスナーの中では、その、オス側のこう、硬い面と、あの、メスの柔らかい面があるんですけど、うん、あれのフックの数が倍ぐらいあるんですよ。あの一般的なやつ。だからこういう風にやるのが、ね、結構強いね。そうですね。これいいね、これ。これサムネだな、これ。取れました。うん、いい感じなんで、これ繋げてみましょうか。そうだね。はい、あとこれじゃん。はい、これ後ろあれでしょ。ああ、そうですね。ちょっと。これがさ、いつも後ろそのままにしてたからね。ほら、はい、剥がしてくれたね。剥がしたっていうかあれだ、剥がしたんじゃないんだよね。剥がしたんじゃなくて、もともとここに電池ボックスが、うん、バッテリーボックスがあって、ここもあの専用のなんかプレートとか、うん、あるある、あれがあるんですけど、これだとマジックテープ貼るのにそうあの全部剥がさないといけないし、あと電池ボックスのところはあの電池ボックスごと取れたりするんで、なので何かできないかなと思ったら、まあ、あの板がありまして、うん、使えるんじゃねと思って DIY して無理やりつけてま す。これだから元々のやつをまた、はい、あのあれだよね、元通りになるってことだよね。元通りに、はい、取り付けできるんで、うん、だからもし売りたくなったりとかね、そういうなんかまた地面に置きたくなったら、ね、エフェクターボードじゃなくて、そうです、普通に置きたくなったらまたあのあれが使えると、はい、グリップが使えると使っていただけます。でも、はい、この製品は売ってないので、売ってないから、はい、まあ、あの DIY でそういうやり方もあるよと、あるよと。あ、しっかりしてるね、やっぱり。すげえ、持ってたのちょっと感動なんだよ。衝撃ですね。持てるのは強いです。持てるの強いね、はい、強そうだね。ホットロッド4、どうですか4は。スピーカーが違うんで、このアンプも気になるね。もうよく知ってるアンプだから俺。ああ、ちょっと違うね。
ってるような気もする。いつもよりいい音のような気もする。あれかな、普通のやつよりミドルがあるかね。なんかスピーカーの特性だね。はい、こんなミドルレンジないような気がするな、普通のやつは。多分そうだと思います。素晴らしい、小さいよ。あると思います。
ターボードで僕は明日札幌に旅立ちます。これをスーツケースに入れて、はい、ありがとうございます。小林君、ありがとうございます。今日は匠の小林先生にエフェクターボード、ミニエフェクターボードを作ってもらいました。参考になれば、皆さんのエフェクターボード作成に何が参考になれば嬉しいです。ありがとうございます。